こんにちは。というわけでですね、今日は、アイルランドに住み始めてちょうど1週間、初めての休日なんですけど、本当はですね、自宅の近くのショッピングセンターとかね、バス停とかを、近所のそういったところを見に行ってみようと思ったんですけど、マラハイドっていうね、場所、ここから2駅ほどなんですけど、そこがすごく素晴らしいとこだから、行ってこいと、おすすめされまして、ですので、まあ休みの日ぐらいは家とか近所にいようかなと思ったんですけど、とりあえず出かけてみようかなというところでですね、僕が今、住んでる場所、駅としては、クロングルフィンっていう駅ですね。そのマラハイドっていうのがちょうど2駅、まあすぐですね。以前は僕が乗ってるのはあっち側に行く電車なんですけど、今日は逆でこっちに、あっちサイドに行く電車に、初めてあっち方向の電車を初めて乗ります。で、まあ景色が素晴らしいっていう、景観とかがねいいっていうことなんで、まあいつか行くであろう撮影の下見的な感じで、軽めのロケハン的な感じで行ってみようかなと思っています。今日はねちょっと曇ってますね、かなり。ちょっと家出た時よりだいぶ雲が多くなってきたな。雨降りそうですね。なかなか電車が来ないですね。1時に来るはずなんですけど、あと 2,3 分かな。さすがに土曜日の昼下がりで人が全然いないですね、ホームに。いつも僕が乗る時間帯、昼前ぐらい、結構ねポツポツいるんですけどね。ちなみに今日はあの撮影のロケハン的な感じで行くって言ったんですけど、ダブリンに来てからはスチールの撮影を一切まだできてないんですね。ちょうど1週間経ってますけど、全くそんな余裕はなくて、まあ他の生活に必要なものを準備したり買いに行ったり、何かとこうそういったことで時間をあっという間に1週間取られてしまったので、撮影どころじゃない。まあ動画はね、ちょこちょこ毎日撮ってますけど、まあ Vlog 的な感じで記録には残ってるんですけどね、写真の撮影は一切できてなくて、まあもう少し、ちょっとまだ先になりそうですね。しっかりした撮影、三脚もまだクローゼットにしまいっぱなしなんで、全然一回も出してないですねまだ。いやー、13時ちょうどの電車だと思ってたらあと10分もあるんだ。今ね掲示板見てみたらあと10分ってことは13時10分過ぎぐらいかな。さあやっと来ました。乗り込みます。いやーいいですね、こうやって休日の日に電車に乗ってお出かけするっていうのもなかなかいいですね。しかもいつも見てる景色じゃないから、またこの車窓の景観とかが楽しいですね。新鮮な感じがして。さあマラハイステーションに到着しました。初めておりますねこの駅は。終点みたいです。路線図的にはまだ先はあるんですけどね、この電車は、ここは終点みたいですね。それでは降りてみたいと思います。はい、マラハイ到着です。いきなりね、城みたいな感じの、城じゃないか、なんだ、教会かな、見えますけどね。ホームはこんな感じ、結構なんかローカルな感じがしますね。さあ駅前、結構ねなんか観光客っぽい人が結構いるんですよ。なのでまあ若干観光地的な感じになってるのかな。とりあえず全然有名な、何が有名なのかもわからないんで、そこにねなんとなく地図があるので適当に見ながら行ってみたいと思います。さあとりあえず駅の一番ね目の前にあった教会、なんちゃらチャーチ
てみましたけど、ちょっと新しいかな。下の方は新しくて、上の方はちょっと若干古いような感じが残ってるような感じもしますけどね、わかんないな。で、通りがですね、結構バスが通ってたりして、おそらくシティセントラルからバスが通ってるんだと思いますね。なんとなくいい雰囲気の通り、なんかね、何気ないこういう普通の道とかがね、僕は好きなんで、結構ね写真とかも撮ったりしますけど、なんか普通の街並みよりは、ちょっと奥まった感じっていうかね、本当にさりげない脇道とか路地とかそういうとこが好きです。さて、今交差点まで来ましたが、なんとなくね、日本でいうと軽井沢みたいな感じかな、そんな雰囲気しますね。なんかやっぱり観光地化しているようですね。人が明らかに観光しに来てるなって人が結構多いです。スーパーバリュー、シティセントラルにもあるマーケットですね。スーパーマーケット、オーガニックスーパーマーケット、なんかね、いかにもこういう何気ないね案内みたいなやつがいかにもヨーロッパって感じですね。ずっとこれ先行くと海が見えてきましたね。船とかマリーナがあるようですね。さて、とりあえず海まで出てきました。ちょっと曇ってるな、やっぱりこれね、晴天だったらかなり綺麗なんじゃないかなと思いますね。綺麗にブルーに晴れてたらね、良さそうですね。なんとなく僕、ここいいよって聞いた話では、まあ普通にこういうマリーナがあったりとか、あとさっきの地図で言うとなんかキャッスルが逆方向かな、多分あるみたいですね。あとは何なんだろう、何が有名なのかよくわからないけども、とりあえず今海に出てきてこんな感じの景観でございます。ちょっと曇っちゃって色がね、色味が残念ですけどね。とりあえずでもビーチがあるって言ってたんで、ちょっとそのビーチあたりまで行ってみようかな。ちょっとですね、逃走っていうかキリがなさそうなんで、もう引き返そうかな。ビーチがねあるはずなんですけど、かなり遠そうなんで、ちょっとまあ戻って、今度はお城の方とかそっちの方行ってみようと思います。ずっとあっちとかにね島が見えて綺麗なんですけど、やっぱりこれも晴れてないと。あ、でも若干日が出てきたな、出てきましたが、晴れてたら気持ちが良さそうな場所ですね。さて、今マリーナの隣の公園に来ましたけど、目の前にスターバックスが現れましたね。スターバックスはすごいですね。やっぱり全世界、ダブリンのこんな郊外の街にでも、お店があるんですね。こういうですね、お花とかこのベランダの飾り付けなんかがすごく可愛くて、街でも結構見かけるんですけど、これぞアイリッシュだなっていう感じしますね。なんか綺麗に飾り付けしてありますね。バーかな、奥はお花屋さん、5つで10ユーロ、この辺が5ユーロ、いちごか、いちごとかお花、こういうとこで買ってみんなあれかな、窓際に飾ってるんですね、きっと。もうね、信号機の感じがあれだな、シティセントラルと違うな。ちょっと信号機もちょっと違うか、これはね僕初めて見たパターン。
これを押すと、街が始まる。で、信号が青になると、タタ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 って、ね、音が変わります。お、変わった。青になりました。音聞こえますかね。どっからなってんだこれ。はい、こんな感じでございました。日本食発見しました、寿司ラーメンテリヤキビストロ。ちょうどバスが通りかかってきましたね。これは、どっから来てんのかな。あ、ダブリンエアポートって書いてあるな。空港からも来てんのか。なかなかね、バスは僕まだ活用できてないので、鉄道好きなんでね、どうしても電車ばっか乗っちゃうんですけど、ぼちぼちバスも活用していきたいと思います。さあ、先ほど到着したばかりに見てた教会に入ってきました。あー、結構いいな。なんかね、ちっちゃい教会ですけどね、美しい。なんか雰囲気が素敵ですね。ステンドグラスがご覧のように、そんなね、規模は大きくない、ステンドグラスですけどね、綺麗ですね。お、照明がちょっと落ちたな。で、このね、サイドの窓が何気にね、綺麗。すごくシンプルなんですけどね、綺麗な色使い。わかりますかね、ブルーとレッドしか使ってないですけど、なんかね、かわいい窓、長細い窓ですね。ろうそくかな、ろうそく。さあ、ではお城に向かってみようかな。なかなか良かったですよ。今ね、チャーチの前の案内板、おそらくこれセイントシルベスターチャーチって書いてあるんです。セイントシルベスターチャーチっていう名前なのかな。今一旦駅まで帰ってきました。今ね、あっち側行ってたんですけど、ずっと海とかね、ある方で、今度逆側、こっちは、なんかね、マップを見てる限りだと、お城があるみたいなんですけど、なんか見当たらないんですよね。あ、書いてあるな、なんか書いてありますね。なんて読むんだろう。あ、こっちは英語、キャスル。90m? 本当かな。こっちだ、こっちがキャッスルですね。